はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、所得税の5回目の動画、居住用財産を買い替えた時の譲渡損失の損益通算と繰越控除について解説します。まあ、この言葉を見ただけでもなんかややこしいなって思うと思います。なのでちょっとこの言葉分解します。3つに分解します。まず、居住用財産、マイホームを買い替えた時の話なんだ。また譲渡損失の損益通算をする話、譲渡損失繰越控除をする話って、まあ、3つに分けると分かりやすいと思います。まず居住用財産を買い替えた時の話なので、ちょっとこちら見ていただきたいんですけども、まず今マイホームがあって4000万円で買いましたと。で、それを1000万円で売りました。この時点で譲渡損失3000万円ですよね。4000万円で買って、で、1000万円で売却したということだから、マイナス3000万円です。で、その後、マイホームを購入した、買い替えたといった流れです。まあ、買い替えた内容についてはもう書いてないんですけども、とりあえず買い替えたものがあると、買い替えたマイホームはあると仮定します。で、ここで譲渡損失っていうのはこれ3000万円って分かりましたよね。で、これの損益通算って何なのかというと、他の所得があれば他の所得から損失と利益を通算できますよ、まあ、相殺できますよっていったイメージです。例えばあなたがマイホームを4000万円で買って1000万円で売ったと。これで、譲渡損失3000万円負った、マイナス3000万円だったと仮定します。まあ、これ2022年に売却したと仮定して、2022年のあなたの給与所得が500万円だったと仮定しますね。そうすると、通常であれば、その給与所得500万円、これに、まあ、所得税かかってくるわけなんですけれども、今回、この、譲渡損失があるので、これを引くことができるんです。つまり、2022年の給与所得っていうのが、500万から3000万円引くと、マイナス2500万円ですよね。ってことは、給与所得、まあ、0円なかったことになるということです。ここが、損益通算なんですね。損っていうのは3000万円です。益って、まあ、利益って言ったイメージなんですけども、ここで言うと500万円です。これを通算する、相殺するということで、この500万円と3000万円相殺して、マイナス2500万円ですよね。なんで、2022年の給与所得について、所得税はかかってきませんよ、っていう話です。で、繰越控除っていうのは、この2500万円を翌年に繰り越すことができるよっていう話なんですよ。つまり、もしあなたが2023年の給与所得、まあ、100万円ね、アップして600万円になったとすると、この600万から、この2500万差し引くことができるよ、また損益通算できますよっていう話です。そうすると1900万円まだ残るわけですね、損失が。これを繰り返すことができるんです。なので2023年の給与所得に対する所得税はこれかかってきませんよっていう話ですね。マイナスなんで0円とみなすってことですね。で、この1900万円また繰り越すことができますよ。で、2024年の給与所得が700万円だったと仮定すると、この700万円から残っている1900万円のマイナス、これをまた相殺して、マイナス1200万円になりますよね。なので、2024年も、これは給与所得に対して所得税かかってきませんよ。で、2025年、800万円でしたと。給与所得800万円でした。で、1200万円残ってるわけだから、1200万円差し引きますよ。で、マイナス400万円残ってますよ。この2025年、この年も給与取得に対して所得税はかかってきません。じゃあ2026年はっていうと、これはもう差し引くことができないんですね。この繰越控除ができる期間っていうのは、翌年以後3年間繰越控除ができるので、2022年の翌年から3年間です。1、2、3回引きましたよね。なので合計4回ですね、引くことができると。まあ、いう話です。4回損益通算できるという話ですね。ただ2026年、もし、給与所得900万円だったら、まあ、これはそのまま所得税かかってきますよ。っていう内容です。これが損益通算と繰越控除ですね。この緑の部分が損益通算した内容で、翌年に持ってこれる、マイナス分を翌年に持ってこれるよ、繰り越すことができるよっていうのが、繰越控除の内容となります。
ここまでが今回お話しする居住用財産を買い替えた時の譲渡損失の総益通算と繰越控除の内容です。ここで一つお知らせがあります。弊社レトスの個別指導は、忙しくて時間が作れない方、暗記が苦手な方、そもそも勉強が苦手な方、そういった方でも無理なく無駄なく効率的な勉強法を実践することができ、たった6ヶ月で宅建合格を目指せるサービスとなっております。計画表の作成サービス、ワントゥーワンの計画の進捗管理サポートサービス、24時間365日質問し放題サービス、効率的な勉強法である理解学習を実践できる教材、これらを使ってあなたは周りの人よりもいち早く合格に近づくことができます。もし次の試験で絶対宅建合格したいそう思っているのであれば、ぜひ個別指導をご検討ください。個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。また左上のボタンでも個別指導の概要動画を見ることができます。あなたの受講をお待ちしております。では動画の続きをどうぞ。で、これ要件があるんですね。で、要件の1から3については、これまで解説した3000万円の特別控除だったりとか買い替え特例とかとよく似ています。なので、まあ、そちら見ていただければと思うんですけども、まあ、簡単に一つ一つ見ていくと、まず現在住んでいるマイホーム、これを売る、もしくは今住んでいないけれども住まなくなった日から3年後の年の12月31日までに売る、これですね、これ売ってますよね。これっていうのが現に住んでいた、もしくは住まなくなってから3年経過した年の12月31日までに売った、これが要件です。これを過ぎてから売っちゃった、これはダメですよと。例えば住まなくなった日から、5年ぐらい経過しちゃってるっていうのであれば、もうこれ一番満たさないので今回の特例は使えませんよっていう話です。で、もし2022年に住まなくなったというのであれば、2023、2024、2025年の12月31日までにそのマイホーム、今あるマイホームを売れば OK ですよって話ですね。で、二つ目、売却先、ここの売却ですね、これが配偶者や親、子供でないことが要件です。身近な人に売った場合はこの特例使えません。で、3番、売った年の前年、前の年ですね、また前々年に軽減税率だったりとか3000万円の特別控除などを受けていないということも要件になっています。つまりこの特例と軽減税率併用できませんよ、この特例と3000万円の特別控除は併用できませんよっていう話です。で、特徴的なのが4、5、6の部分ですね。まず所有期間、この売却したマイホームの所有期間は5年を超えていないとダメですよ。この所有期間5年超え、5年超、ここを頭に入れておきましょう。で、買い替え資産で言うと、これ書いてないですね。この後に買い替えをするんですけども、その買い替えた、新しい購入したマイホームについては、面積要件があって、家屋、まあ建物ですね。建物については50平米以上。厳密に言えば、居住用部分が50平米以上じゃないとダメですよ。また、6番。合計所得金額、これが3000万円以下の年じゃないとこれ適用できないんですね。今回この給与所得500万、600万、700万、800万となっているので、これ3000万円ですね。まあ、その他の所得なかったと仮定しますよ。その他の所得なかったと仮定して、この状況であればこれはこの年も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 3000万円以下なので使えますよ。もしこの年だけ3000万円超えているっていうのであれば、この年は使えませんよっていう話です。で、これ注意していただきたいのは、3000万円を超える年だけこれ使えないんですよ。3000万円以下の年はこれ使えますんで、例えばこの年だけ使えない、でも翌年使えるということはあり得るっていう話ですね。なので、まあ今回の特例については、この4番5番6番あたり、この辺はしっかりですね、頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。